ございます。1月18日水曜日の朝です。昨夜は思いがけない雨が降って、雨の中の練習になりました。ちょっと体が冷えて固まってしまいました。今日もゆっくりと動いていきましょう。まず立ち上がりからやりましょう。ゆっくり立ち上がってゆっくりと戻ってください。はい、今日の漢字はいかがでしたでしょうか。では今日は手、この手で背中を撫でるという動きをやります。皆さんそのままでお願いします。私は分かりやすいように後ろを向きます。右手の甲を背中、腰のあたりに当ててください。これで肩、首が痛い方は痛くないところを探しておいてください。呼吸を楽にして、ゆっくりこの手の甲で左に行ったり右に行ったり、優しく優しく背中を撫でてください。もちろん無理のない範囲で、痛くなく楽な範囲でやってください。この動きが1センチや5ミリでも構いません。とにかく楽な動きをしてください。それでも体は変わってきます。で、楽な範囲で徐々に徐々にこの撫でてる手の甲を肩の方に向かって動かしていってください。行ったり来たりですね、登山鉄道のように徐々に徐々に上がっていきます。ゆっくり最も上に来たな、楽な範囲で、痛くない範囲で上に来たなと思ったら、その場所でストップしてください。そしてそこでお尻、右を持ち上げたり左を持ち上げたりしてください。何回かやったらお尻の動きをやめて、またゆっくり戻ってください。では手を下ろして、ダラ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 、あ、チェックの動き忘れましたね。手をゆっくり、右手を上げてください。もう一度同じように腰のあたりに右手の甲を置いてください。そしてこの位置で手のひらを回転させます。手のひらが背中についたり、手の甲が背中についたりですね。これを楽な範囲でやってください。この時にお尻を前後に動かしてください。お尻が前に来る時は背中が少し反る感じ。
お尻が後ろに来るときは背中が丸まってください。そして手のひらが回転します。楽な範囲です。もちろん楽な範囲。回転しきらなくてもいいです。少し動かす程度でいいですよ。手のひらが背中に向いたところでストップしてください。ゆっくり首を左右に傾けてください。痛くない範囲ですよ。はい、動きをやめてゆっくり手を下ろしてください。そして力を抜いてください。ダラ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 。この力を抜いたこの状態がとても大事です。呼吸を楽にして右手を軽く上げてください。はい、この手を下に置いてダラダラとする時の手の長さを比べてください。肩の位置はどうでしょう。はい、今度は左手の甲を腰のあたりに当ててください。そしてゆっくり優しく右に左にと撫でていきます。指先が右側のあばらに行ったり、左側のあばらに行ったり。同じ高さで何回か行ったり来たりを繰り返してください。楽な範囲で。指先はどの範囲を行ったり来たりしているでしょう。この動きをやりながら肩を前後に動かしてください。右の肩が前に行くとき、左の肩は後ろ。左の肩が前のとき、右の肩は後ろです。この動きと左手の甲が背中を撫でる動き。お互いにやりやすいように動かしてください。はい、一旦その動きをやめて、また徐々にこの左手の甲が肩の方に向かって登山鉄道のように徐々に徐々に上がっていきます。痛みを我慢してやっていませんか？痛いところの手前で戻ってくださいね。では一旦手を下ろしてダラダラダラ、呼吸を2回くらいして、体は背もたれに預けて休んでください。もう一度左手の甲を腰に当てます。その腰に当てたところで手をグーにしてください。このグーが親指側が背中に来たり、親指側が甲の側が背中に来たり、グーを回転させてください。体を前後に傾けながらこの動きをやってください。一旦動きをやめて手を下ろしてダラ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 、呼吸を楽にして、左手の甲を腰のあたりに当ててゆっ
くり左右に傾けていってください。お尻を、右のお尻を持ち上げたり、左のお尻を持ち上げたりの動きを加えながら、手の甲が徐々に徐々に背中に向かって、あ、背中じゃないです、肩に向かって上がっていきます。最も背中に近づいたところでストップです。そして中指を少し頭の方に向けたり、腰の方に向けて少し指を回転させてください。頭を左右に傾けながらこの動きをやってください。楽な範囲ですね、1ミリ、5ミリでもいいので楽な範囲でやってください。はい、では動きをやめて、またゆっくり降りてきます。指先はどの範囲で動いているでしょう。ではゆっくり腕を下ろして、ダラ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 、はい、左手を持ち上げてください。はい、いかがでしたでしょうか。肩周り、背中周り、少しポカポカしてきませんか。決して無理せずですね、ストレッチという感じでやらないでください。小さな動きでいいので、楽な範囲でお尻を動かしたり、肩を動かしたり、頭を動かしたりしながら、手の甲で背中を撫でる動きをしてみてください。はい、立ち上がりやりましょう。どうですか、立った感じ。最初に比べてスッと立てた感じがしますか。どうですか。はい、では今日はお天気回復するという予報です。それを信じて元気にいきましょう。いってらっしゃい。